は？どうしよう。いきなりこんなこと言われてもつけなんてないよ。私には、すべての始まりはメリアさんからの指令だった。皆さん、おはようございます。日頃から専属品の皆さんや、従属品、配下品のご協力でなんと、この帝国の政治や社会の経済が安定期に入りました。わあ、どんどんタフタフ、やったね。これで毎日毎日過酷なブラック労働から解放されるのね。ですね、そうですね。帝国は1日48時間なのに睡眠時間が4時間とかの毎日でしたからね。私、特性がなかったら死んでましたね。ああ、これで実質で毎日寝れる日常が。実家に帰る時間が。実家先輩、今度東京でお出かけしましょう。ずっと行きたかったところがあったんですよ。そうね、この際全部行きましょう。デブになりましょう。二人で。と言ってもまだまだことかちゃんには教えたいことたくさんあるから当分は仕事内容は変わらないかな。そうだね。月下にはまだまだ新しい研究の課題が今だけでも100件は超えてるからね。今まで通り頑張ってもらわないとだね。やったわね、ことかちゃん。私たちにはまだまだ役割があるみたいよ。そうですね。いつまでも必要としてくれるというのは嬉しいですね。でもそうよね。経済が安定期に入っても私たちの役割は変わりないわね。私やせっかちゃんのところのような先行部隊や護衛部隊は基本的に治安や発展の問題だから関係ないしね。何かしら別の対策でも考えているのですかね。まあ、メリア様だからね、今からきっとその件について話すんでしょうね。まあ、個人のお仕事に関しては私からは何も言わないわ。でもそもそも私たちは専属品、本来の役割はご主人に仕えること。なのに仕事ばかりして全くご主人に仕えていない。正直、私はもううんざりです。なので、専属品私を除く9名は各自の組織を持つこと。そして私が各自の組織に求める役割と各自のこれからの細かい担当を発表します。皆さんは私の指定した役割と種族を参考にして各自組織を作ってください。メリアが指定した役割と種族、なんかめんどくさそうだね。いきなりすぎるわよ。つまり役割と種族に見合った自分の直属の部下を自分で見つけろってことでしょ。私、せっか様の配下がいい。それじゃあ役割を言いますね。かな、役割は環境管理。種族は究極優。ハードル高。吐く、役割は治安維持、領土管理、裁判、抑制。種族は自由。言ったら警察とか裁判官だね。罪人や違反者を捕まえたり、罰したり、犯罪を抑制しろってことだね。いや、めんどくさそう。そもそも帝国で犯罪者いるのかあれだけど。私、せっか様の配下がいい。そしてせっかちゃんは、軍事、隠密、治安復興。種族は自由。無理よそんなの。そもそも私自身が一番先行部隊で未熟なのに誰が私についてくるのって話よ。はぁ、結果お姉ちゃんはいいよな。もう旧鬼神師がいるからな。ソルケ様に相談してみようかな。ということなんだけどどうしたらいいかな。まあ、すぐにって話じゃないし、ゆっくり決めたらいいんじゃないかな。ソルケ様は何でしたっけ？秘書、側近、奉仕、伝達、で種族は、正気人、ね。正気人は全世界でたった12体しか存在しない各色の聖なる鬼なの。私はその中の一人で、聖なる紫、ホーリービオレットって呼ばれているわ。全世界に12体。それってかなり過酷じゃ。大丈夫、もう集めたから、みんなどこにも属してなかったからちょうどよかったわ。さすがソルテ様、仕事が早い上に人脈もすごい。そちゃ。あ、悪いな耳。明らかにお茶の色じゃないんだけど。何これ。えいさん、グツグツに煮込んだやつ。ナチュラルに主暗殺しようとすんな。そうそう、それでこの配合式で物質の生成ができるの。この方式は結構応用が効くから覚えておいて損はないかな。はい、全然わかりません。だよねー、これはじっくり時間をかけて教えないとな。結果お姉ちゃんはいいよな、もう従属がいて。何言ってるの、むしろ誰よりも大変よ。私の役割は、国外研究、技術開発。帝国の配下に存在する惑星や世界の技術援助、物資製作なんだけど。みんなは役割を知ってから従属を見つけるでしょ。でも私の場合は今いる旧鬼神師の子たちに私の与えられた役割を教えないといけないんだから。私もずっと月下様のお役に立ちたいと補助は今までしていたのですがね。作るとなると。まあ、神にだって向き不向きがあるわよね。それは月下お姉ちゃんもだけど、ネロさんたちも大変かも。
でしょ。しかもそのうち二人は小さな子供。今帝国に学校を作ってもらえないかことかちゃんに検討してるの。ことかちゃんは確か国内政治、経済、発展、で条件か A 点間保持者だったよね。アリシア様は国外政治、経済、発展、外交、貿易、で条件か A 点間保持者。あの二人は本当大変だと思うわ。それにアリシア様に関しては私と同じ国外がメインだからこれから仕事の話が増えそうだしね。みんな大変か、なら私も頑張らないとな。せっか様も素敵な従属が現れますよ。頑張ってください。うん、ありがとうネロちゃん。また壊したの、何回目よ。人が直した設備を毎度毎度。仕方ないじゃん、壊れるんだもん。それに何ですか、この報告書は。壊れちゃったからまた直しといてー。あ、次の研究があるから2日で。無理よ、建物半壊よ。設備復元だってあのレベルの精密機械だと時間がかかるのに。じゃあ3日でいいよ、その間休暇取るから。あーもう、私の役割の護衛、警備、復興、設備保全。種族は最高位天使族、11星天守護天神。こっちの方も動かないといけないのに。慌てない慌てない、私だって困ってるんだよ。私の役割は国内研究、技術開発。種族は神聖エルフ族。条件は私に尽くして徹底的に甘やかしてくれる人。最後のは私欲じゃない、そんなので来るわけないでしょ。定員10名にしたら応募者が50人って困ってるの。しかもそのうち10人が神王。なんで来るのよ、しかも私と同じ神王が。しかも神王って全世界に100名しかいないのよ。強すぎるでしょ。だって私神聖エルフ族の相続長で帝王神候補だし。不審な、帝王神候補なら自分で何とかして、私知らない。待ってよー、直してよー、直してくれないと困るー。長くなりそうね、後にしよう。でねー、みんな結構苦労してるみたいよメリアちゃん。そうですね。あれ、どうしたの、さっきまで元気だったのに。ハクに本気で今までにないくらい怒られて大喧嘩中です。ハクが、またどうして。ハクがゼッカちゃんの配下になりたいと言ってきたから拒否したらもうそれはそれは。そういえば私の横でも言ってたわね。まあずっと私に仕えてたわけだし、仕方ないわよ。しかもあの子、リーダーってタイプじゃないし。まあ、私が次会った時にフォローしておくから元気出して。メリアちゃんの役割は私たち専属神をまとめる国家総統、でしょ。堂々としないと。うん。でも嫌われたくないんですよ。ここも大変そう。やっぱりみんな悩んでるんだな。ソルテ様も集めても教育とかあるだろうし。せっかちゃん、どうしたのです?暗い顔して。かなでさん、従属が見つからなくて。そうなのですか。専属神の従属は特別従属神、つまり準専属神のポジションになるから下手に決めれなくて。相手もずっと私の配下の従属になるし、死ぬまでそれは変わらないから誰も私みたいな弱い人についてこないよなってね。なら私が従属になりましょうか。え、いいの、かなでさん。戦闘はできないけど、せっかちゃんの役割には治安復興がありますよね。復興の手助けや星々の教えを布教したり、癒すことやアシストができますよ。そっか。別に軍事や隠密だけじゃないから強い神ばかり入れる必要ないのか。それに戦闘できないと言いましたが、私の際はメリア様からもお墨付きですし、すぐには無理ですけど、いつかは実力的にもアシストしますよ。うん。うん、そうだね。かなでさん、私の従属になってもらっていいですか。いいですよ、ふふ。これは主従ということでお裸のお付き合いから始めて、互いにねっとりとした関係を。あ、ごめんそこは求めてない。大丈夫です。私、見るのも好きですけど、見られるのも大好きなんですよ。では急げということで我が君のところに行きます。記念に二人一緒に可愛がってもらうのも。大丈夫です。私は尽くすタイプなんです。旦那をダメにするタイプです。ですが尽くしたい。我が君や新たな主、せっかちゃんにこの私のわがままボディをもてあそんでほしいですね。わかった。落ち着いて、かなでちゃんの性癖の話はまたゆっくり聞くから。むむ、僕を抜きにして何楽しそうに話してるんだい。せっか。せっか、水虫臭いじゃないか。先行部隊のエース、トールを忘れるなんてさ。水臭いよ。何よ水虫臭いって。実力者が欲しいならこの僕を従属に置くといいさ。全部速攻で消し済みにしてあげるよ。トールちゃんの実力は身近でずっと見てるから知ってるけど。いいの、私で。せっか、神は現時点の力ではなく、その神本来のポテンシャルに惚れるんだよ。つまり、僕はそのまだまだバカみたいに伸びてるポテンシャルお化けの石化についていこう。それが帝王パト様への忠誠にもつながるわけだしね。ポテンシャルお化けって。ならトール、お願いしてもいいかな。任せんしゃい、それで組織名とか人数とか決めてるの。それは、今からみんなで考えよう。それが私たちの出発点ですね。そそられます。それじゃあせっかくだし個室に移動しましょう。
それから数十年後、私のママの立ち上げた組織、オリジンセントバルキリーは帝国最強の組織として名を挙げるようになった。所属数は25名、25文字のルーン文字で配属されている構成員は一人一人が神王クラス、もしくはそれ以上の化け物級。これが帝国に残る生きる伝説の出発点だった。そうなの、今は名前と構成しか決まってないし、目標人数には程遠いけど、期待に応えれるようにどんどん頑張らないとって張り切ってるわ。うん、せっか様なら大丈夫だよ、頑張ってね。あれ以降私は基本的にハクと一緒にいることにしたわ。ハクはすごく寂しがり屋だから、私やトトやみんなが一緒にいてあげないとってね。ハクの方はどう？リーダーってタイプじゃないでしょ。うん、だけど私のアシストをしてくれる人が来てくれたんだよ。へえ、早いわね。誰？ハク様、呼びましたか？フリムじゃない？あなたがハクの側近についてくれるのね。安心だわ。はい、セッカ様、ご都合は認知しております。ハク様のご英検側近の任は私フリムにお任せください。高速心でかつ先行隊で一番頭がいいから安心ね、ハク。うん、私を選んでくれて。本当に嬉しい。ご謙遜を、お呼びとあらばすぐに駆けつけますので、失礼します。私のところはまだフリムさんだけだけど、今はこれでいいかな。それに、数ある選択の中で私の従属になってくれたんだもん、後悔させたくないよ。ふふ、今になってパトの気持ちが痛いほどわかるわね。うん、期待に応えたいね。お互い頑張ろう、次のステップに。後にハクの組織は、刀剣法王、というハク含む10人の賢者で構成された組織が構成された。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。